はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は6月28日に来る選べる星5チケットについてなんですが、まあ年1に来る激アツアップデート来るというわけで、2021年に登場したヒーローキャラクターが追加されますと。まあこのことによりラインナップが凄まじいことになってるんで、おすすめキャラ教えてほしいというね、コメントを前々からいただいておりまして、まあそれで、先日友情技強いキャラクターを、まあ、動画にしたんですけども、今日は必殺技編やっていこうかなと思います。まあね、去年のキャラはかなり強かったんで、ぜひともね必殺誰が強いかやっていこうかなと思います。今日も、決闘とイベントに分けてやっていこうかなと思うんですが、まずは決闘編ですね。パーティー組んできました。こちらというわけで、最初に言っておくと、一戦級で戦えるヒーローキャラクターはいません。ほんまに決闘で勝ちたかったら悲しいかな、限定入れないとね、もう今の環境勝てなくなってしまっているんですけども、ある特定のパーティーやったら輝くというキャラクターをご紹介していこうかなと思います。上から体力回復毒感電竜巻、これでやっていくんですけども、まずは1段目体力パですね。ほとんどの人がこの体力パ要因取りに行くんじゃないかなと思いますね。まずはサンジ。この方赤属性の体力タイプで、僕もカントツにしているんですけども、めちゃめちゃダメージ出ますね。体力パのフィニッシャー要因ですね。ダメ減貫通の 145% ダメージで血統忖度1万回復。まあこのサンジは体力パに入れたらかなり活躍してくれるんじゃないかなと思いますね。んでお次犬なんですが、この方必殺でダメ減貫通の 134%、 これ貫突まで持ってたら 138% ですね。んで必殺ダメ 19% アップ、バフ要因ですね。僕もよく2枠目か3枠目においてバフ積んで、やることが多いですね。んでお次、誰やったっけ、斉藤はじめさん。この方は貫突まで持ってったら 140% ぐらい出ますね。まあフィニッシャーですわ。で特性で弱体化短縮持ってるんで、まあね、体力パっていうのは弱体化をいなすんかなり難しいパーティーになってるんで、そこをうまくカバーしてくれるこのはじめさんですね。んでお次はベッチ。この方必殺でクッソダメージ&バフ、バフ 18% & ダメ減というね、サジンの方が 1% 高いんですが、ダメ減貼ってくれるんで、実質こっちの方が僕は優秀じゃないかなと思っております。まあ、この4人が、選べるチケットの中で優秀な、体力要因じゃないかなと思う。まあ、他にも体力タイプのキャラクターはいるんですが、まあやっぱりこの4人がズバ抜けて強いなという印象がありますね。体力パに関しては最近使用率下がってきたものの根強い人気あるんで、ここから始めるっていう人もめっちゃいるんじゃないかなと思いますね。お次2段目、これは回復パですね。僕が推してるパーティーですわ。皆さんもこれを機に始めてほしいなと思うんですけども、めちゃめちゃ面白いんで。まずは、こちらフエゴレオンですね。必殺が490、貫突まで持ってったら500ですね。回復力500ダメージで2ターン、1000の火傷、自身の必殺ダメ 10% アップ、回復力 10% アップ。回復力パーティー界のゾロ十郎といったようなキャラクターですね。このキャラめちゃめちゃ強いんですよね。というか回復パ、これを機にほんまに始めてほしい。まあキャラゲーなんですけども、結構ね友情技とか揃ってないと、まあかなり難しいパーティーにはなってくるんですが、めちゃめちゃ面白いんで、まあ、ぜひとも組んでほしいなと思いますね。というか、紹介するこの4人取ったらもう OK やんみたいな感じも
あるんで、ぜひともですね。んーで、お次、ホークス。この方は、回復力パーティーのフィニッシャーですね。ガード貫通 500% ダメージでダメ減。ガード貫通持ってんねん。めっちゃ強い。しかもガード貫通で500出るっていう。キラー出ずして500安定で出るっていうのがめっちゃ強いなぁと思いますね。んで、地味にダメ減も貼ってくれるんで、結構ね、耐久もできるという優秀ですね。んで、お次、綱で。この方、回復力ダメージ&バフ。最大数値 18% ですね。んで、特性で弱体化短縮。この回復パも弱体化いなす難しいパーティーにはなってくるんですが、まあ、綱でぶち込むことによってそこをうまいこと補ってくれるっていう優秀さありますね。んーで、お次、リナリーリーさん。この方 500% ダメージで、レジェゲージ血統忖度 14% と回復力アップですね。ここ、重要なのがレジェゲージアップ。これ持ってんのめちゃめちゃ優秀。2枠目にこのリナリーリーさん置いといたら3枠目でレジェンド安定で溜まりやすいので、そこの補助もしてくれるし、火力も出るしバフも出るっていう。しかも火力も 500% 乗ってるんで、まあ、かなり優秀ですね。はい。まああと一人ちょっと忘れていたんですが、トリコのキャラクターも、含まれておりますね。あの方弱体化、解除やったかな。まあ、綱で同様、弱体化いなし要因ですね。まあ、この5人もう取ったら始まると言っても過言ではないぐらいめっちゃ強い。とか回復パに関しては逆に言うと、コストがあんまりかからないんですよね。限定キャラクターをそこまで入れる必要がないんで、メインキャラはまあ、理想は1枠目ダブルタップで、4周年アスタからのなんかヒーローキャラクター2体っていう感じなんで、他の普通の耐久パとかと比べたら限定キャラクターは少なく済むのにもかかわらず強いという、まああんまり注目はされてへんねんけどマイナーなんですが、まあ、これもかなり根強い人気がある、性能ですね。個人的には、ホークスから取ってほしいなと思います。とにかくホークス取っといたらもう大丈夫ですね。まあ、フィニッシャーは絶対必要になってくるんで、ホークスに代わるフィニッシャーはいないんで、この回復場に関してはやっぱりガード貫通持っての優秀なんで、まあ、ぜひとも、検討のほどよろしくお願いします。んーでもってお次、ドクパ。まず一人目、ココですね。この方 300% ダメージで 220% の毒と必殺ダメアップ。まあ毒という性能もね、クッソほどマイナーではあるんですが、僕は大好き。このココをトリコ全く知らんのにもかかわらず、幻突30、貫突にしているところから、僕の毒パの愛、まあ、伝わるんじゃないかなと思うんですけども、めっちゃ面白いねんな、毒パも。毒パに関してはさっきの回復パーティーよりもさらにマイナーな性能になっているんで、まあ、使う人を選ぶんですが、まあ、かなり面白いのでぜひとも使ってほしいですね。んで、お次がピカなんですが、この方 330% ダメージで、一旦毒、これ貫突まで持ってたら250入りますね。んでバフが16というわけで、毒の数値エラーほどなんですが、一旦しか毒かかんないんで、まあ、2枠目に置いて3枠ぶっぱを決めるか、3枠目に置くかっていうどっちかですね。まあ僕は3枠目に置くことは僕は多いかなと思う。ただね、毒パーあんまり火力がないんで、2枠目に置いて3枠ぶっぱ狙いに行くのも全然いいんじゃないかなと思いますね。面白いですわ、これも。はい。んーで、あと一人、ノゼルシルバさんがいますね。あの方、毒ダメ&ダブルバフ持ってるんで、毒要因探してるならば、ノゼルシルバさんが一番優秀なキャラクター。ですね、その次にピカでココという順番じゃないかなと思う。まあ毒パに関しては何も考える必要はない。まあかなり簡単めな、パーティーになっているんですが、
マイナーというね。で、そこまで強くもないんで、完全に使う人の自己満パーティーとなっているんですけども、ぜひともね、なんか暇つぶしにでも使ってほしいなと思う。めっちゃ面白いんで。はい。お次。感電竜巻ですね。まあこれはまあこの二人に関しては紹介不要なぐらい、めちゃめちゃメジャーですよね。まあ竜巻でバチクソ州とかに持っていって、この感電だけで200万ぐらいダメージが入るっていう、クッソほどな、性能なんですけども、まあ、最近ね世代交代したんで。ちょっとねこの2人これから使う場面めちゃめちゃ下がってくるんじゃないかなとはまあ思うんですが、まあその強キャラの上位互換の人を取り損ねたっていう人はまあ取っておくのは全然いいんじゃないかなと思いますね。全然まだまだ使えるんで、やっぱり感電波面白いですよね。はい、というわけでこれが決闘で使えるキャラクターでした。あんまりね汎用性あるキャラクターがいないんですよね。やっぱりヒーローキャラね、ほんまに勝ちたかったらやっぱり限定キャラクターが必要になってくるんですが、まあこういうパーティーとかね、ある特定のパーティーで輝けるキャラクターもいるよっていうのをぜひとも皆さんにまあ覚えておいてほしいなと思います。こっからはイベントですね。やっぱりねヒーローのメイン性能はイベントに超特化しているんですけども、いくんですが、まずはこちらですね。上3段は回復要因ですね。まず、まあ、超究極とか勝ちたかったらこっから取ってほしいなと思いますね。回復要因はとにかく全属性取っておいてほしいと、僕は思います。1段目、鮎川さん、まあ、バチ回復で東條さんバチ回復、天使可愛すぎるよねこれ、バチ回復&エーシさんバチ回復というわけで、一番上はとにかく回復力が高いキャラクターたちですね。まあ今はこの4人が、まあ、回復要因という方もめちゃめちゃ多いんじゃないかなと思いますね。んでお次2段目は、補助特化型ですね。織姫、必殺、回復&ダメ減、まあこれ全員回復&ダメ減というキャラクターになっているんですが、この2段上2段はとにかく持っといてほしいと思います。まあ先ほど、1段目のキャラが、回復要因と、まあ、言ったんですが、場合によっちゃ2段目の方が優秀という場面、これねめっちゃあるんですよ。安定すんのは1段目で、まあ、とにかく1段目のキャラクター積んどいたらええやんというね概念なんですが、そこをぶち壊してくる2段目となっているんで、とにかく、とにかくこの8人は、持っといてほしいなと僕は思いますね。この8人持っとくことによって、超究極のクリア率、これ冗談抜きでめっちゃ変わってくるんで、ぜひとも、ご検討の方ですね。で3段目に関しては最近あんまり使われなくなったが、それでもまだ使えるというキャラクターですね。尾形、回復&バフ、お次、エリナさん、回復&バフ、でもって司さん回復&バフ、ほんでもって高木さん回復&バフという感じです。まあ回復&バフですね。はい、ただ、まあ、回復要因はね補助に特化してほしいんで、バチ回復するかダメ減張るかっていう二択にやっぱりなってしまうんですよね。まあでも火力で押し切りたいとか、まあそういう時には全然使えるんで、まあこの4人もまあ取っといてほしいなと思いますね。イベントの攻略は回復から始まると言っても過言ではないんで、まあぜひともご検討のほどですね。でお次一番下なんですが、この4人は僕がおすすめする激推ししているキャラクターですね。まずはサンジに関してはね一人単体で動画にもしているぐらい推しているんですけども、必殺で火力出しながら回復ですね。火力兼回復っていうめっちゃ優秀なキャラクターで、必殺1個割6万ぐらい出るんで、6万叩きながら回復もしてくれるっていう、まあ火で赤で
パーティー組むときに入れるキャラいいひんなーっていう迷った時にはだいたい3時積んでるぐらい、それぐらい僕は頼りにしているキャラクターですね。んーでお次、サジンさん、この方も、体力タイプなんでバチダメージ出ますね。あとバフ積んでくれるんで、まあ自身だけなんですが、どん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 火力が上がっていくんで、まあ火力要因としてめっちゃめちゃ使えます。んーでお次ツナデ、この方も火力&回復ですね。まあこのツナデに関しては火力2万2000、3000ぐらいしか出ないんですけども、4500回復してくれるんで回復力がめっちゃ高いんですよ。これめっちゃ優秀なんですわ。回復要員とツナで連れてったら耐久めちゃめちゃできるんで、まあ安定して勝つことが多いですね。んでお次、胡蝶かなえさん、この方僕も推しなんですが、火力&固定ダメ&回復ですね。固定ダメ出るんで、必殺1個あり3万は硬いキャラクターになってます。そっからの回復っていう、これも強いんでさ、やっぱりね、ちょっとした回復持ってるキャラクターめちゃめちゃ使えるんですよね。その中でもこのかなえさん、ダメゲン貫通&やっぱね固定ダメ持ってんのが強い。でレベル上げてったら固定ダメ2万になるんで、2万固定ダメ&回復っていう、これは強いですね。まあぜひともですわ。はい。んでお次なんですが、これはバフ解要因ですね。まあやはり、バフ解除、攻撃アップ解除も、視野に入れてほしいなと思います。上から順番に優秀な順に並べております。個人的には上3段は持っといてほしいなと思いますね。まずは、ひばりくん、まあ、この方必殺で、バフ解&毒ダメ軽減とプチ変換、小手川さんは、必殺、まあ、ダメ減貫通の、まあ、火力&バフ解で HP が高いですね。んで研磨、固定ダメ&バフ回んでもって、コロハンは、火力&バフ回&自身のバフですね。まあ上1段がとにかく優秀なヒーローキャラのバフ回要因ですね。2020年に登場したヒーローキャラクターの中でもバフ回持ってるキャラクターがいるんで、まあ、中には上位互換のキャラクターもいるんですけども、まあ、今選べるチケットにいる、そして更新されるキャラクターの中で優秀なのはこの4人ですね。でお次は、まずは、チカちゃん、この方バフ回&ちゃんとした、体勢んでもってキャベンディッシュ、バフ回&体勢、ほんでもって、ムイムイ、バフ回&自身のバフ、ほんでもってロハンさん、バフ回&あれプチ変換ですね。まあ、この4人もさっきの上1段のキャラほどではないんですが、使う頻度はものすごくありますね。やっぱりバフ持ってたりプチ変換持ってたり、やっぱり耐性持ってたり、まあ、かなり優秀ですね。でお次、3段目なんですが、このキャラはバフ回&耐性、んでもって対抗ボンバフ回&耐性、この方もバフ回&耐性で、この方もバフ回&耐性と、3段目のキャラクターは火力出えへんで、体力も少なめにはなっているんで、あんまり使う頻度は少ないんですけども、耐性持っているっていうだけで、全然連れていくダンジョンはあります。はい。んーで一番最後の、この方現状、こいつは何なんでしょうか。バフ回持ってるもののステータス低いし、特性がね、
まあ体勢ないし残ないんで、まあ現状は交換戦でいいかなと思いますね。まあとにかく上3段のキャラクターは全然使えるとなっております。お次最後なんですが、まあこれも汎用性高いキャラなんですが、まず上1段継続回復解除ですね。セナ、ジョセフ、カナオさん、先生というわけで、まあこうあの継続解除、これはね超究極、まあ使ってくるダンジョン、まあ少ないっちゃ少ないんですが、使ってくるダンジョンには絶対に必須ですね。ていうかもう連れていかへんかったら回復力どぎついんで、もう耐久負けしてしまうことが多々あるんで、まあ、この4人もね、まあ、ぜひとも持っておいてほしいなと思います。でもって2段目に関しては、火ダメ攻撃アップ解除ですね。赤ゴンさん、ボルト、モモさん、ベジというわけで、まあ、このね、継続回復解除同様ギミック解除系のキャラクターはかなり優秀ですね。んでこの火ダメアップも解除した方が絶対にいいんで、まあ友情技で解除できるキャラクターいるんですけども、軒並み全員限定キャラなんで、まあ大体僕はそういうダンジョンはメインキャラのこういうキャラで対応することがまあ多いんで、まあぜひともですね。でお次3段目、この方たちはダメゲン要因ですね。ヘコキ、クロコダイル、ベッチ、つかさちゃんというわけで、この4人が選べるチケットの中の最強ヒーローダメゲン要因だと僕は思いますね。ステータスもろもろ考えたら一番優秀じゃないかなと思いますね。まあ、ダメゲンも全然攻略で使えるんで、まあダメゲン貫通とかね、してくるやつも多いんですけども、まだ全然使える性能なんじゃないかなと思います。で最後が、弱体化 38% 要因ですね。コロハン手回り、ゴースト娘時というわけで、まあ、38% 弱体化、団結でも使えるしイベントでも全然使える。やっぱ弱体化しとくだけでね、ダメージ量全然違うし、ヒーローキャラで 38% 持ってるのはかなり優秀。まあ限定キャラクターで 44% がいるんですけども、まあ持ってないっていう人はこの4人おすすめですね。はい、というわけで必殺技編こんな感じでございました。やっぱりねイベントの枠がかなり分厚くなってきているんですが、まあ参考になったら嬉しいです。じゃあ